ということで時刻は11時1分となりました。 FM802 からですね、僕落合健太郎は生放送でお届けしております。まあ、この番組はね、本当様々な方がゲストに登場してくださるんですけれども、うんうん、いや、初めましてなのかな、どこかでお会いしたことが、お会いしたことあるような感じがするんです、あるような気が僕もしてるんですけども、すいません、お名前をお伺いしましょう。どうも、初めまして、渋谷逆太郎と申します。よろしくお願いします。どうも、初めまして落合健太郎と申します。よろしくお願いします。お願いします。変な感じ。本当だね。はい、変な感じします。今日は、はい、そうです。番組初登場となります。はい、渋谷逆太郎さんで。そうです。僕ラジオ出るのも初めてなんですよ。うん、そうなんですよね。そうなると、そうなんです。渋谷逆太郎としてラジオ出るの初めてなんですよ。今だ、これがもう初体験の感じになりますよ。なんかね、ちょっと緊張してるんですよ、ね。うん、不思議な感じなんですけど。なんなんだろうね。なんなんですかね。同じなはずなのに同じじゃないみたいな。そうなんですよ。なんかね、こうスーパービーバーとして来てると、うんうんうん、なんかそれはそれでね、うんうんうん、たくさん出させていただいてるんで平気なんですけど、はい、改めてこうやってね、ソロで来るとね、なんか感覚違いますね。そうだよね、はい、不思議ですなんか。まあ今日はでもその辺もいろいろと探りつつ、はい、そうですね、聞いてみたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、まあ2020年になってね、はい、新年明けての初、うん、渋谷区なんですけれども、はい、まあ、こういう形でね、うん、お迎えすると本当に夢にも思っていなかった。そうですよね、きっとね、はい、だから聞いた時に、はい、逆太郎、え、逆太郎って名前やってたけど、え、うん、これでデビューするのみたいな。そうそうそう、いや、もう本当満を持してなんですけど、うん、スーパービバというね、もう知らない方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、スーパービバというね、バンドやってまして、うん、でソロで弾き語りで渋谷逆太郎という名前で、うん、ずっと活動してたんですけど、はいはい、その音源というものを形にしたことがなくて、うん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 、でそれをまあいつやろうかなっていうのをずっと思ってたんですけど、ようやく形にした、うん、して、うんうん、発表したのが、うん、もう本当に昨日、今日か、今日ってことですね。そうですよ、昨日の、昨日っていうか、もう明けてすぐですね、はい、レジになって解禁して、で MV と、音源とを全部、配信で出したのが本当に今日ですね。ですよね、はい、でそれでまあ言ってみれば、まあ、世に放たれたデビュー日、そうですね、に今日押してきてくれたのはめちゃくちゃ嬉しいですね。いや、こちらこそです。ここしかないだろうと思って。いや、嬉しいよ本当に、はい、ありがとうございます。でね、もう、はい、逆太郎ね、うん、かっこいいよ。本当ですか。やったぜ、嬉しい。ずるいと思ったこれはずるいよみたいな。ありがとうございます、嬉しい。なんかこう弾き語りでずっとやってるっていうのもあったんですけど、はい、その弾き語りってで、バンドの延長になっちゃいけないなって僕は思っていて、でどうしてもスーパービーバーというバンドにいろんな形で、うん、違うエッセンスとして還元したかったので、はい、そのバンドとは全然違うアプローチ、うん、弾の軌道というか、はいはい、をどうしても自分でやりたいなと思って、でしたらメンバーみんなきっと喜んでくれるんじゃないかなと思って、でこういう形にしたんですけども、うん、そうですね、もう音の世界観も全然もう違いますし、はい、そうですね、結構打ち込みのクールなサウンドというか、はい、うん、アプローチになってますけれども、はい、そういうことを、うん、まあソロスーパービーバーではない形でやりたいなっていうふうに思ってたりしたんですか。はい、そうですね、うん、それを思って実際形にしようかなって思ったのは本当に去年の真ん中ぐらいなんですけど、うん、ああ、そうなの。そうなんですよ、うんうん、で曲はいっぱい作ってたから、はい、なんか面白いことできないかなと思って、うん、自分のパソコンの中で音楽作り始めたのが最初のきっかけで、うん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 、でこっちでやれたらすげえ面白いかもと思って、うんうんうん、バンドマンの、まあ、バンドのフロントマンがソロやるということで、うん、面白い形なんじゃないかなって、うんうん、まあそこが重点にあったわけではないんですけど、うんうん、自分が好きだと思ってる音楽を、うん、ソロっていう形とうまくこう結びつけて、うん、表現できたら、まあ、バンドのフロントマンというよりも、まあ、一人の、歌い手として何かができるんじゃないかなっていうのが思ったのがきっかけですね。結構レコーディングの時とかもじゃあ、違うイメージというか、はい、感じで歌った感じですか。そうですね、うん、座って歌いました。あ、座って歌ったんだ座って歌いましたね、その思いっきり、うん、スーパービーバーというバンドはすごくメッセージがやっぱ僕らは主軸であったので、うん、またそことは違うところってどこなんだろうって見つけた時に、うん、まあ、音楽とかリズムに寄り添う、うん、
立ち位置というか、うん、そういう歌っていうのはあんまり自分では歌ったことがないなっていうのは思ったんで、はいはいはい、そういうのもすごく意識しましたね。そういうとこにどうやったら落とし込めるのかなっていうのは考えながら歌いました、うん、はい、あとあの作詞作曲も、ね、はい、スーパービーバーと、まあ、柳沢くんが書いてるのが、はい、まあ、すごく多くて、はい、で、ね、今回は、はい、あの逆太郎さんが、はい、渋谷くんが、はい、自分で作詞作曲をしているという、はい、その辺はどうだったんですか、うん、書くときは。いや、それこそその弾き語りの活動っていうのはもうなんだかんだ5年とかやってるので、うんうん、自分で曲作ったりっていうことはずっと昔からしてたので、うん、あのそこに対するなんか違和感というかはなかったですね。すごく自然な流れでできたかなっていうのを思ってます、うんうん、はい、最初に、はい、まあ、今日もねミュージックビデオが7時に公開になったこの坂夢、はい、あまり耳にすることが日常生活はそんなないかなとか思う、そうですね、言葉なんですけれど、あの、まあ、その最初にこう曲を作った時のインスピレーションと、あとはその、うん、あの僕は逆太郎という名前でやってるので、うん、その逆っていう名前と何かをこうかけらんないかなって思った時に、うん、あ、これ面白いかもっていう、まさゆめと、はいはい、対する位置にある、うんうん、坂夢っていう言葉をなんか使えたらなっていうのを思いながら、うんうんうん、そうですね、つけました。ちょっとじゃあ、はい、行っちゃいますか。いいんですか。いや、聞きましょうよ。本当ですか。はい、せっかくですから、このデビューのね、はい、日にご自身が紹介してくれるっていうのはなかなかないので、初ですよ僕。そうですよ、ね、なんか緊張するんだよな。じゃあ、ぜひ、曲紹介お願いします。はい、それでは聞いてください。渋谷逆太郎で坂夢。渋谷逆太郎で坂夢、お届けしました。うん、いやークールだね。クールですか。うん、嬉しいです。かっこいいよ。本当に、たくさんリクエストも届いておりまして、嬉しいですね。加藤の衆のねミンサと、はい、ミンサと、ね、逆さんのまた違う一面を見れて嬉しいです、うん、ね、いただいておりますけれども、うん、他にもねちょっとたくさん来てるんで名前だけでも紹介させていただきたいと思いますが、はい、ゆうか、れい、まるたろう、かも、まなみりん、ふぐたるとうな、うえしゃん、ぱちちゃん、もりちゃん、はなぶん、からしゃ、さぼてん、はらはる、ゆか、みま、トマトネバチーズ、ぴや、たなべ、ならづけ、ちくわねこ、たつののみかん、ビートスイート、へいらくやん、ぬかづきまつ、もうたくさん、すごい、他にもこんなにたくさんくださってすですよ、嬉しい限りですよ、ね、はい、ということでスタジオにはですね、はい、今日デビューいたしました、うん、この方をお迎えしております、はい、渋谷逆太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あ、名前なんだけど、はい、あの逆太郎はまあまあまあね、うん、違いますけれども、うん、まず渋谷の渋っていう字も、うん、これ漢字違うんだね。そうなんですよ。あの元々、うん、父ちゃんが結婚してから簡単な渋の字に変わったんですよね、うん、あ、そうなんだ。そう、元々はこっちの字だったんですよ。もともと旧漢字というか。そうなんですよ。で、まあ別にここに対するそんなに深い意味はないんですけど、うん、あの、まあ逆太郎という名前も、そういう、あの、そんな意味ないんですけど。なくて。はいはいはい、逆太郎っていう名前も、うんうん、あの、バンド始めた当時に、スーパーユアっていうバンド始めた当時に、うん、あの、高校生の自分かな、はいはい、バンド組んで舞い上がってたんでしょうね。うん、夢で、うん、あの、メンバー3人に呼び出されて、うん、本名でバンドやるの、かっこ悪いから名前変えろってメンバーに言われて、うん、で僕がずっとマゴマゴしてたら、うん、3人で会議しだして、うん、お前は今日から逆太郎だって言われて目が覚めたっていうのを、それをずっと引きずってて、うん、でその名前っていうのがなんかずっと引っかかんなと思ってて、うんうん、でそれでつけたんですよ。でそれで出た最初の曲が坂夢、はいはい、そうなんです、ね、だからなんかいろいろリンクさせられないかなと思って、うん、本当だね。そうなんですよ、はい、お、ちょっと待ってください、はい、今ね何ですか。来ております、ツイッターに、来ておりますね、うん、はい、お、これは柳沢くんですね。柳沢さんとか、あ、ノイドのみんなが聞いてますね。恥ずかしい。ブーヤンではなく逆くん、はい、ね、来てますね。あ、なるほどなるほど、だから呼び方ですね、逆太郎の呼び方をどういう風にしようかって会議されてますね、はい、ツイッターの中で。あ、本当ですか。でもブーヤンって渋谷から来てるんで。そうだよね、いずれブーヤンなんですよね。だよね、いずれブーヤンなんですよって自分が言うの超恥ずかしいですね。
って超恥ずかしいですね。それに対して、はい、柳沢くんがでも逆太郎だから逆くんだろうってなんかいあの、はい、返信してるのかな来ております、ね、聞いてますね今ねこう完全にね。嬉しいですね本当に、メンバー聞いてくれて、ね、本当メンバーありきですから、うん、メンバー投資してくれて、うんうんうん、メンバーをやってみなよって言ってくれたからこそ叶ったソロなんで、うんうん、やっぱ本当になんかいいチームだなと思います。そうだよね恵まれてますよ、うん、あ逆にあのメンバーはどういう反応したんですか。この曲は聞いたのかな。曲はもちろんもちろん聞かせて、やっぱすごく面白いことをやってるねっていうような風に聞いてくれてるんで、うん、それこそツイッターでね反応してくれたりとかっていうのはやっぱすごく嬉しいなと思うし、うんうん、で自分がこうやって MV 出したりとか音源出した時にこうこうこうした方が面白いんじゃないかとか意見くれたりとか、やっぱそういうのがやっぱなんかいいなって思って、うんまあ、だからこそあのスーパーユーバーというバンドにいろんなものを還元させるのもこの渋谷逆太郎というソロプロジェクトの中ではすごく僕は大事だなとは思ってるんで、うんうん、あのすごくそこはあの大事にしたいですね、うんはい、あのミュージックビデオの話がちょっと出ましたけれども、うんはいメッセージが来ていて、はい、チャーシューラーガーメンからチャーシューラーガーメンあミュージックビデオセクシーでかっこよかったとね、はい男の子が言っておりますけれども、そうすごく、はいあのまあ、東京を舞台にした、うんミュージックビデオになっていて、はい結構衣装も変えてるしいろんな場所で撮ってて本当にね午前中から夜中まで撮影していただいて、うん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 、いろんな方の手貸していただきながら、はい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 、場所を変え服を変えっていうのをやってみたんですけど、うんまあ、あのこの曲でも表してる通りどこに主軸を置いてどうにもつかめないみたいな、うん、あの本当の答えであったりとか本当の居場所だったりっていうのがすごくあやふやになるのがこの曲の面白いとこだなと思ったので、うん、そのシチュエーションであったりとか、はい、あの服を変えるっていうのは、はい、あのすごくあのいろんな方に助けてもらいながらやっていました。うんうんうんはい、で、また今回ですね、うん、プロデューサーにですね、はい、モッポーヘッドの、 あのジョージさんをお迎えしているということで、はい、結構やっぱ違いますかその、はい、迎えてジョージさんと一緒にやるっていう形になるとですねあの、うん、プロデューサーっていうよりは、うん、本当にトラック作ってってお願いしたような感じなんですけど、はい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 、そもそもモッポーベッドっていうバンドに、うん、僕があのゲストボーカルで参加させていただいた時から、うんまあ、その前から一緒にツアー回ったりとかしてたんですけど、うん、でその時に歌ってみてすごく楽しかったっていう思いがすごくあって、うん、で自分がソロやる時ってどうしたらいいかなっていうのを考えてた時に結局そこに行き着いて、はい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 、ジョージに助けてもらおうと思って、うんうんうん、で同い年なんで、はい、で自分が部屋の中で宅録したものを、ジョージに投げて、うん、これにさトラックってつけられないみたいな感じから始まって、うんうん、これもめっちゃ面白いなと思って、うん、で本当に2、3往復したらできちゃったみたいな感じなんで、うん、そうなんだ、はい、うんうんうん、だからすごくタイム感もいいし、うん、鮮度が今まま届けられるっていうのもこのプロジェクトの面白いところだなと思ったので、うん、すごくフットワーク軽くできましたね。いやバンドではない感じの曲作りというか音作りの感じになっていく、うん、全然違いますね。その、うん、鳴ってるギターの音とか、うんうん、全部僕の部屋で撮ってたりするんで、うんうん、そうなんだそうなんですよ。だからめちゃくちゃ早いですよね。このタイム感っていうのもすごく音楽やる上ではすごく大事かなって思ってるんで、うん、そのタイム感みたいなものも最大限に活かせるのがこれかなって思ってます、うんうん、なるほど、はい、あとちょっとヒップホップの要素というか、うんうんうん、もう結構あるかなとか坂井名を歌い方とかにしてもね。そうですね、うん、もともと僕好きだったっていうのもあるんですけど、はい、まあ、一番ルーツの大元にしているのはまあ、シティポップの部分であったりとか、うんうん、まあ、90年代80年代のシティポップの要素であったりっていうのはすごく大事にしてるんですけど、うん、でそこから、その時代をこう踏襲してどうたらっていうんじゃなくて、うん、やっぱ今鳴ってる音楽って自分の中で鳴ってる音楽っていうのがあるんで、うん、その当時のものをリバイバルとしてやるんではなくて、うんうんうん、ちゃんと今自分が表現できることとして、うん、だったら自分ではどうするだろうっていうことを、うん、そのジョージに伝えながら音楽を一緒に作ってったっていう感じが近いですかね。歌ってる時そのミュージックビデオの中でこの手の、ね、動き方が、はい、やっぱその曲歌に合わせてこう、あ、なんていうんですかね、はい、まあ当てぶりじゃないですけどもそういう形が、うん、はい、あ、なんか今までとは違うすごい新鮮だなみたいな、なんかねそこを見られるとちょっと恥ずかしいちょっと恥ずかしいですね。でも、うん、やっぱり全然アプローチの角度が違うんで、うん、スーパーユーアっていうバンドで歌ってるフロントマンと、うん、一歌い手としてやってる渋谷逆太郎っていうのは、うん、そこのアプローチも全然違うだろうなと思うんで、そうだね、やっぱ、はい、自然とそうなるというか、うん、そうですね、うんうんうん、本当だよね、はい、いやみんなからもねいろいろとメッセージもいただいておりますけれども、うん、はい、
まあ、ちょっとスーパービーバーの話もね、そうです聞きたいなと思ってまして。そうなんですよ、はい、はい、あの3月、はい、イベントで大阪、はいはい、やってきます、はい、さらに、4月からはスーパービーバー 15th Anniversary Tour もスタート、うん、これ前半のラクダの原点、はい、ピーポーパーポーについて、はい、後半は、はい、ラクダの前身、はい、一方二方、一方二方、はい、はい、ツアータイトルでええっていうのやめてください。びっくりですよ ね、 スーパーウェアというバンド大体においてほとんどのことにやっぱ自分たちの気持ちを落とし込んだりとかすごく重きを置いてるんですけど、ツアータイトルに関しては丸投げなんで、本当にねこだわりがないというか、なんか面白いねっていう深夜のテンションでつけるんですけど、まあ朝起きて見てみるとそんなに面白くねえなっていうのは大半なんですけど、そうですね、そう、その一方二方でね初めてですよ、その大阪城ワンマンなんですよ。11月2日大阪城ホールワンマン、めっちゃ嬉しい。いやー最高ですよね。もう15周年なんで、もうそこに銘打っていろんなことをやりたいなっていうのが、うん、このソロ、うん、渋谷逆太郎という活動でもあると思ってますし、すごくいろんなことをどん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 落とし込んでいける15周年にしたいと思ってるんで、まあなるだけ聞いてくださる方が常にワクワクしていられるような状態っていうのを、うんうんうん、まあ自分たちが作っていきたいなっていうのは思ってるっていうのが今ですね。いや間違いないでしょ、はい、まあ、今日のねこの突然の発表とかも、うん、サプライズだし、そうですね、うん、これからもなんかどうなっていくのかって非常に楽しみですけど、うん、まあ、スーパービバーももちろんそうなんですけども、はい、渋谷逆太郎さんとしてもね、うん、なんかないかなみたいなね。そうなんですよ、実はいろいろ計画してるんですけどね、はい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 、ちょっと言えないことがたくさんあるんですが、ね、まあでも本当にね、うん、スーパービーバーと一緒に、うん、面白いことをどんどん投下していくという点では、うん、期待していてくれていいんじゃないかなってめちゃくちゃ思ってたりします。ぜひ、はい、だから、うん、あれだよね、一番面白いのはスーパービーバーとしてゲストに、はい、ロッキーズ10時代とか来て、はい、11時代になったら、はい、俺逆太郎さんとして来てみたいな、はい、もうどんどん入れ替わっていくっていう、ね、いいですね、もう人格が崩壊する、はい、僕がどんどん壊れていく様を何を言ってるんだみたいなこいつはなんだみたいなね、はい、まあ、2020年もね、はい、本当に楽しみたいと思います。いや本当に、またお世話に、うん、たくさんお世話になりたいと思ってますので、いやこちらこそよろしくお願いします。可愛がってください。いやいやいや、こちらこそお願いします。ぜひよろしくお願いします、はい、お願いします。ということで今日のゲストはデビュー、はい、デビュー日に来てくれました。どうもありがとうございます、はい、こちらこそです。渋谷逆太郎さんでした、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。